調べます、叶えます、あなたの〇〇。今日は気合い入ってますね。元気やっていきましょう。さあ、このコーナーは普段子育てやお仕事を頑張っているママさんたちの調べてほしいことや叶えてほしいことなどを全力で調べたり叶えたりしようじゃないのというコーナーとなっています。先々週沖縄市のまなみさんからのメッセージを途中まで叶えましたので、いただいたメッセージ改めてここで振り返りましょう。自然体の親子写真をプロカメラマンに撮ってもらいたい。ほぼワンオペで2人の子供の子育てをしています。3年間子供との写真がほぼありません。なかなか子供との様子を撮ってもらえる機会がないので、自分はどんな表情で子供たちと過ごしていたのかっていうのが分からず、スマホの写真を見てても子供たちとの思い出があまり感じられず寂しくなっています。なるほど。子供たちとどんな顔で過ごしているのか写真を通して見てみたいです、ということでいただいています。いや、この前もいい写真いっぱい撮れてましたからね。そうですね、はい、ワンちゃんたちの、はい、写真ですけれども、続き気になりますよね。はい、はい、今回は自然体の家族写真をプロカメラマンに撮ってほしい後編です。 VTR どうぞ。写真で残したい家族の日々。沖縄市に住む平さん一家、この日は東京に単身赴任しているパパも夏休みで帰ってきていました。久しぶりに家族4人みんな揃って撮影に臨みます。夫と離れ離れの生活で2人の子供の育児を一身に背負うまなみさんの親子の自然な写真を撮ってほしいという希望をプロカメラマンの山宮俊明さんが叶えてくれました。糸満市の犬カフェワンダフルでワンコたちと楽しく遊びながらたくさんの家族写真を撮りましたよ。山宮さんはスタジオではないロケ写真の楽しさを沖縄の人にも知ってもらい活用してほしいと言います。ビーチだけじゃなくて公園とか緑もすごい豊かなんですよ。赤ヶ原とかあれちょっとした東屋とかあっても七五三とかでも撮れますから、そういうのを使って。沖縄の映える背景を生かした写真いいですね。さて、犬カフェを後にした一行が次にやってきたのは豊見城市のイーヤス沖縄豊崎にある DMM 水族館。子どもたちは初めての水族館です。ドキドキしますね。この水族館はアプリをダウンロードして館内のタッチポイントにスマホをかざし生き物の解説を見ることができるほか、映像を駆使した大迫力のバーチャル水槽に上から見下ろす水槽など他の水族館とは一味違ったアプローチで楽しむことができます。ちょっと写真を撮るには暗いんですが、そこはプロカメラマン山宮さんはここでもたくさんの親子写真を撮っていきます。すごい。さすがに疲れたのでしょうか、徐々に心ちゃんのご機嫌が斜めになってきました。一方弟の流星くんは至ってマイペース。あっちへ行ったりこっちへ行ったり見失ってしまうことも。パパがいても2人の子供たちのお世話は本当に大変。こんな風になってしまった子供が相手でも当日写真を撮る山宮さん、手慣れた様子で家族をあちらこちらへと誘導しながら撮影を進めます。そこで明日から子どもの撮影に役立つかも。プロカメラマンに聞く子どもの撮り方とは。おー、知りたい。一番は時間を気にしないっていうことですかね。お子さんのペースに合わせて環境を変えてあげることで子どもって結構ね立ち直るんで。なるほど、ぜひトライしてみてくださいね。やってみます。さて撮影も終盤。疲れてしまったのかこの日心ちゃんのご機嫌が治ることはありませんでした。
インタビューどころではなかったので後日まなみさんから感想をいただきました山宮さんの写真を見てとても感激しました。思えば下の子が生まれる前に夫は単身東京へ行ったので、母と子だけではなく父と子、そして家族4人での写真もなかったんだと気づきました。今回私と子供たちの自然体の写真を撮りたいと依頼させていただきましたが、家族4人での写真まで撮っていただき、希望した以上のことを叶えていただきました。よかった。子供2人、それぞれのペースがありドタバタな時間でしたが、スタッフの方々、山宮さんのお気遣いもあり、家族4人揃っての楽しい夏の思い出を作ることができました。撮っていただいた写真を大切にして、限られた子どもたちとの時間をこれからもっと楽しみたいと思います。今回は本当にありがとうございました。おお、いいですね。すごい、もう、 うっかり泣くところでしたね。うっかり泣くところですよ。いやー、でもやっぱりなんかこの子供にどういうふうに接しているのか、そういう顔が見たいっていうねご依頼でしたけれども、家族の写真っていうものがこうプレゼントできたってとても嬉しいなって思いました。ねえ、はい、いやもう目がキラキラしてるんですよ、アンリーさん。ちょっとすいません。いやいやね、ちょっと確かにグッとくるね、グッときましたけれどもね。本当久しぶりに家族が揃ってね、うん、楽しそうな、ね、写真でしたよね。本当そうですよね、うん、はい、いやということでね、はい、あの今回スチールカメラマンとして同行写真撮影してくれた山宮俊明さんから、はい、キャッチー見たと依頼してくれた方、特別に料金 10% オフのプレゼントをいただきました。ありがとうございます、ね、いいロケ場所たくさん知ってそうなんでね、うん、興味ある方ぜひご相談してみてはいかがでしょうか、はい、あのこれからの七五三などの季節なんかもねありますから、ぜひ検索してみてくださいね、はい、っていうのをアンリさんが言う予定だったんですけど、うるうるしてたからもう迎えました。すいません、ありがとうございました。本当に忘れてんなアンリさん。いや失礼しました。もうなんか感動しちゃってね、すみません、ねえ、はい、でもココロちゃんもね、はい、途中機嫌悪くなっちゃったけども、うん、でもカメラマンのテクニックも勉強になりますよね。そうですね、環境を変えてあげることで、うん、子供って結構立ち直るよと、はい、確かにこう場所変えたら急に機嫌良くなったりとかありますからね、うんうんうん、いやでも見ててやっぱり一人でこう、ね、小さなお子さん二人連れて水族館に行くとか、ちょっと公園に行くとか買い物に行くって、もすごく大変なことっていうのを改めて感じましたね。そうですよね、うん、お子さん二人泣いててお母さんも泣きたくなる時絶対あるでしょうからね。いや絶対あると思います。もう一人は泣いてるし一人はどっか行っちゃうし、うん、もう待ってって感じでね。なるほど、またちょっと気が付けるじゃないですか。すいません。やっぱ子どものことになるとやっぱりこうどうしても感情移入してしまいますよ ね、やっぱ自分 の子供がまだ 1,2 歳の時とか思い出したりとか、ね、いろいろ感じますね。そうですね、はい、いやでも今度は山宮さんの写真も撮ってあげたいですね。そうだよ、確かにね。なんでよですね。はい、ということで沖縄市のまなみさんの自然体の家族写真プロカメラマンに撮ってほしい、叶えました。このコーナーでは視聴者のリクエストを募集しています。番組のホームページからメッセージをお寄せください。はい、はい、調べます叶えますあなたの〇〇のコーナーでした。はい。